皆さんこんにちは、森ありです。はい、今日は100均で買ってきた大量に100均で買ってきました。毎回大量、全部で40何点ぐらい買ったのかな、4500円ぐらい買ってきました。一個一個紹介していきたいと思います。今回の購入品はね、どっちかっていうとインテリアの方になります。これ使えるな、あれ使えるなって感じでいろんなものを買ってきたので、何に使うかは本当に今後何ヶ月先になるか分かんないんですけど、ちょっとずつ作っているものがあるのでお楽しみにしていてください。それでは紹介していきたいと思います。よいしょ。これ地味に重いんだけど、じゃん。はい、コルクボード、サイズが 30×40 のコルクボードを2つ買ってきました。はい、そしてこちら、じゃーん、可愛くない？これね、ずっと最後まで迷ったんです。これをもう1個水色買ってきて重ねて使いたいなと思ったんですけど、ちょっと迷いに迷って閉店間際だったので2個だけ買ってきました。で、中はですね、ここが磁石になっててコンと開いてこういう感じでしまえるようになってます。ちっちゃいサンダルとか B さんとか、しまっておくようにゲタとかね、夏のものをしまっておくように。これはでも結構贅沢かなと思うんですけど、でも100円なので意外とお安いです。そしてこちら、はい、お手洗いの貼るやつですね。前にマイメロちゃん買ってきたんですけど、それがもうペロペロンって剥がれてきちゃってるので、とりあえずもう多分2、3ヶ月使ってるので、洗って使ってはいるんですけど、ゆるくなっちゃってるので、新しいこのキキララを今度は買ってきました。マイメロはね、売り切れててなかったので、でもキキララでも可愛いと思って買いました。はい、そして1個だけダイエット商品を買いました。じゃん、ダイエットラップです。ウエスト用のラップになるんですけど、これをお腹に巻いて動くだけでめっちゃ汗が出るんですよ。繰り返し使えるので、ウォーキングとかにこれ巻いていこうかなと思います。中高生ぐらいの時はね、本当のラップこういうのがなかったから、本当にラップをずっとお腹とか腕とか全身に巻いてウォーキングをしてたんですけど、こういうのがあるんですね。便利な世の中になったなと思います。はい、そしてじゃーん、ボンド各種でございます。こっちが工作用のガラスとか木材、布のボンド、この3つがどっちかっていうとゴム製のものとか、これはガラスかガラスじゃないかの違いかな。私はゴム製品をちょっとくっつけたかったので、この3つ、あ、落ちた、この3つを買ってきました。これは計5個になります。はい、そしてこちら、エレガントプチリボンです。これはお友達にプレゼントあげるときに貼ったりとかするのも全然いいと思うんですけども、私は背景とか、なんだろうな、可愛いところにこれをプチプチプチっと貼ったら可愛いのではないかなと思って買ってきました。こうやってやっても型崩れしないので、そんなに長く貼ってたら取れちゃうと思うんですけど、そんなすぐに壊れないかなと思って買ってきました。はい、そしてこちら、じゃーん、ブックエンドになります。これはこういう感じで、こことここをくっつけて、こういう感じで飾り物を置くための道具にこうやって使おうかなと思って買いました。はい、そしてこちらです。これはね、なんか今作ってるものにすごくぴったりだなと思って買ってきました。これは全然ピンクに塗らなくても、そのもの自体がピンクなので、壁掛けで可愛いかなと思って買いました。この1975年に何かがあるとかそういうのではないんですけど、まあ種類もこれしかなかったので、この上のなんかね、水色とか黄緑のやつがあったら可愛かったなと思うんですけど、まあこれを買いました。はい、そしてこちら、リメイクシートになります。レンガのリメイクシートになるんですけれども、これはね、すっごい人気で、毎回入荷しましたか入荷しましたかって聞いてても、どんなね、大型量販店に行ってもこれなくて、これとか大理石、この間紹介したやつはなくて、やっと手に入りました。大型店舗もそうなんですけど、あるとこにはあると思うんですけど、私のね、行ってるその都内のショップとかにはなくて、ずっと探してました。まあ、でもこれがね、100円で買えると思ったらめっちゃお得なので、皆さん探してみてください。はい、そしてこちらです。じゃーらーん、写真立てを 1,2,3,4,5,6,7,8 個買ってきました。
まあ、いろいろなものに使えるので写真立てはあっても無駄にはならないかなと思います。めっちゃ可愛いです。ピンクとか水色とかのバージョンでちょっとメタリックな感じのが前あったんですけど、もうないみたいで、とりあえずこれを買ってきました。はい、そしてこちらです。はい、ドリンクホルダーのフラミンゴです。これはね、この間紹介した三日月桃子の中に本当は入れていた商品なんですよ。300円で売ってたんですけど、100均でこれが売ってたのでこっちを買ってきました。三日月桃子の方はもうちょっと多分大きいんですけど、でも多分買わない、あんま買わないと思うので、なんかいろいろね、お風呂とかにも使えるかなと思って買ってきました。はい、そして最後に、よいしょ、こっちでございます。じゃーん、人工芝です。10枚買ってきました。お庭にやろうと思って、はい、買ってきました。はい、ということで今回の購入品はこんな感じでたくさん買ってきました。1回100均に行くと、もう2回目ってなかなかこうすぐに足を運ばなかったりするので、すっごい買いだめをするんですけれども、今回はこんな感じでたくさん買ってきました。なんかいつものこのメルヘンな感じの買い物っていうよりかは、日用雑貨とかリメイク品とかが多かったかなと思います。ということで森有でした。皆さん100均での大量買い参考にしてみてください。必要な程度に皆さん買ってくださいね。それでは最後の挨拶いきますよ。せーの、おつわりありがとうございました。またねー、バイバーイ。